皆さんおはようございます。ということで、モントリオールもだいぶあったかくなってきまして、雪も溶けてきてね、今日はかなり朝が早いんですけど、今からね、ブレイクファストをなんか無料で提供してくれるみたいで、会社が。基本的に朝ごはんをね、会社は提供してくれないんですけど。Thank you. Everything is the same flavor? We have a banana. Okay. You have carrots and you have without gluten also. Okay, so I'll take this one.Yay, without gluten. Thank you, bye. よし、ということでもう練習が始まっちゃうんで、シェイカーを忘れたんでシェイカーをちょっと取りに行きたいんですけど、急いで。さすがに朝からね、マフィン食べるアーティストはいないですね。この時間から練習をして、2部練かな、今日は。2回練習があります。午前と午後で。初めてにしてはいいんじゃないですか。だいぶできるようになってきました。いろいろ頑張りが成果になってきました。はい、ということで今からね、コスチュームフィットフィッティングって言って、コスチュームをつけるんかな、多分わかんないですけど、なんか多分衣装をもらえるっぽいんで、とりあえずそこに行きたいと思います。Even more closer. A little bit less. I got wrong one. Thank you. Thank you. Bye bye.怖いけど、一人一人顔を測ったらこんな感じに作られます。Over there. アクトレが出演するショー、コルテオです。アクトレが以前出演していたアレグリアですね。わーわーわー、あれをね、命のなしでやるわけですから、考えられないですよね。Salamat, SBA. Mian Rafael, Carteonem. Action. Привет. Another time. In 3, 2, 1, action. Привет. Respect. 恥ずかしいちょっと。Okay, 3, 2, 1, action.I don't know. You have to say hello in your language. Okay, okay, okay. Okay, okay. こんにちは、日本の皆さん。Okay. That's good. Okay. Okay, cool. Thank you.
今日のご飯でございます。パスタ、エビ、ブロッコリー、鶏ハム。いただきます。めっちゃ健康的じゃないですか。うまっ。やっと練習終わった。ほんまこれ食ってたらマジで筋肉つくし、マジで痩せる。本当に今体マジで変わってきてて、マジででかくなってるし、マジで脂肪できてるんですよ。ジャンクフードとか食べたいけど、そういう自分を想像すると、うわ食べたいなと思っても、あこっちの方がいいなみたいな。痩せて伸ばせこう、うおー、新しくポスターが貼られております。 What do you say? はい、狂った狂ったやばい、両者だいぶ慣れてきました。なんか今からはプレゼンテーションがあるらしくて、こういうなんかプレゼンテーションがあるときとかはみんなで見に来ますね、こうやって。キリオスのプレゼンテーションを見てきましたけど、やっぱやばいね。もう多分世界トップでしょうね。それをこんな近くで見れるなんて超幸せだなと思いましたけど、ぜひねキリオス機会があったら見に行ってほしいですね。それでは僕もね自分のトレーニングに向かいたいと思います。焦っていろいろやりすぎて、結局振り出しに戻ってこの高さからの練習に逆戻りしました。ショック。Preparation, preparation, and go. Yeah. Just swing. In. Yeah. Yeah. Better. Okay, better, better.今日はね、取材に来てます。取材に来てもらって、多分これがプロモーションビデオとかになるんじゃないですかね。めちゃめちゃいいカメラで撮ってますけど。 Something like this? Yeah, yeah, not too close though. Okay. Come on, Jun, you got it, you got it. Nice. Come on, come on. はい、ということで皆さんどうでしたか。もうねもう長い一日過ぎてかなりもう疲れたんですけど、こういったことを今は週に5回ですね、週5回働いて週休2日休んで休みもいただいてるっていう感じで、まあ、生活自体には慣れてきたんですけど、まあ、やっぱりハードなトレーニングだったりとか、まあ、毎日自分の体のことをケアしていくっていうのはかなりね、こう大変だなっていうのは実感していて、まあでもね、もうショーが始まるまで残りも1ヶ月切っているんで、まあすごいワクワクしている自分と、ヨーロッパの公演自体も若干ね、ショーが変更になったりとか、行く場所がちょっと変わっちゃったりして、まあいろいろ変更はね、まあいろんな今この世界の情勢のせいで、あるんですけど、まあ、自分ができるベストのパフォーマンスっていうのを尽くせるように、ね、日々努力していきたいなっていうふうに思っております。はい、これは普段から言ってるんですけど、この本当にね最近全然寝れなかったんですけど、まあ、これはね飲んでるんですけど、ネイチャーカンさんのね、サプリ
で今注文してるのがこのゼッカって言って舌の裏に垂らすオイルなんですけど、それをすることによってよりね質の高い睡眠ができたりとかで、すごい僕はねこうネイチャーカンさんってどういう意味かっていうと、この会社の名前なんですけど As close to nature as we can って書いてあるんですけど、これってどういうことかっていうと、まあよりね自然のものを使ってで作ってますよっていうのこと、それが僕の中では結構自分に合っているんで、まあ、いろんな商品試してみようかなっていうことで、新しくねプロテインもね出されてるんですよ。こうプロテインマンゴーオレンジ味なんですけど、でチョコレート試して、チョコレートはまあめちゃめちゃ自分の中でうわこれ来たなっていう感じじゃないんですけど、このオレンジマンゴー、これはめちゃめちゃね僕飲んでみて味が美味しかったんで、かなりね、しかもカロリー自体もねすごいいいんですよ。85キロカロリーで他のねプロテインに比べてもかなり少ないじゃないですか。ということでこれだったら1日にね3杯飲んでもかなりね皆さんたくさんのタンパク質取りながら低カロリーで抑えられるかなっていうので、これも最近試してみてます。なんでよかったらね、まあ、僕のコード使ったらこれも安くなるんで、ぜひ皆さんもね一度ネイチャーカンさんの試してもらえればいいかなと思います。ということで、まあ、また明日からねハードな1日になるんですけど、それもね観客の皆さんの笑顔が見れるということをねちょっと考えたらワクワクしながらね辛いことも乗り越えられるんじゃないかなっていうことで、明日からまた頑張っていきたいと思います。それでは皆さん、また今回はこれで終わっていきたいと思います。また皆さん次回ね動画楽しみにしてください。また上達しているところを見せられると思いますから、他のねトレーニングのレクチャー動画だったり一緒にトレーニングする動画っていうのも皆さんねぜひ、ね、一緒にやってみてください。それでは皆さん、また明日お会いしましょう。さよなら。Travel light and see the world right. You'll never know if you never go. So run away with me and say hello to New York City.